コレエンサイトパパ初仕事、長女は自分に似ているけど髪がふさふさ。2018年6月7日12時20分スポーツ報知、長女誕生後初の仕事を行ったトレンディエンジェル。と斉藤司と高志、お笑いコンビトレンディエンジェルの斉藤司39が7日、東京、江東区の東京ビッグサイトで行われた東京おもちゃショー2018に出席。6日の第一子となる長女誕生後、初の仕事を行った。スーツ姿で登壇すると、おめでとう、の祝福の声に、ありがとうございます、とボケることなく、満面の笑顔。パパ初仕事にも、こんなことしている場合じゃない。を、今にも妻子のいる病院へ帰りた磯振りを見せた。イベント後、囲み取材に応じた斉藤は、妻の出産に立ち会えたと明かし、立ち会って、10分くらいでスルッと生まれた。感激しました、と振り返り、今日も病院から来た。ぼーっとしている、と夢心地。長女について、顔は自分に似ているけど、髪がふさふさで、先生、僕の子じゃない、と言いそうになった。覚醒遺伝でよかった、と嬉しそうに話した。子供を抱く格好で、ゲップするとき僕の目をずっと見つめる。見つめ合っていると、ほっとする。僕もちゃんとしなきゃ、と父親として気持ちを新たにした様子。長女の名前は決まっていないが、ヤグの、ペ、にちなんで、ペペ、と呼んでいる。今から他の名前はしっくりこないけど、声が可愛いから、声系の名前をつけたい、と話した。斉藤は昨年12月に九州出身の20代の一般女性と結婚。同時に、第一子を妊娠していることを発表。6日に自身のインスタグラムを更新し、第一子となる長女が誕生したことを報告し、元気な元気な玉のような女の子です。本当に神様ありがとう、と喜び、もう今日からは滑れない頑張る。頑張ってくれた奥さんと娘ちゃんに超感謝、と綴っていた。